その中。ゲンさん、なんかサボ直してましたっけ？直してないですけど、シェリフです。じゃあ、続きます。あきます。白やろこれ。マジ？これはミオさん白か。伊豆さんめっちゃ白い。ミオさんはサボ直し押し。あ、そうなんだ。隠し色になるのか。あそこから行ったら伊豆さん行ってたし上に行ったボタンでよくないですか？わかります。いや、わかります。それもわかるんですけど、うん、まあボタン入るのが遅かったかなと思ったからワンチャンマットかなと思ったぐらいです。うん、あ平和ボタン押したんだ。ついてすぐ。あのこれ要素を出すゲームですからね。あ、まあ、そうだ。そうだ。そうだ。議論してないよ。我々が突っ込みにくいなと思いながら。どこまで要素は落としとかないとね。まあでも逆に言えばそこまですれば隠し色取れるわけ。確かに。うん、あ、うん、確かに白くて白くなっても入ると。でもさ、それで言ったらさ、メインからささっき歩いたのは私じゃないですか。あ、否定する。おっと。最高ですか。直す気ないのかな。違う違う、平和ボタン押したのに押してないからしか押すの遅くないですかっていうの、マジで初めて見たこの光景。結構あるあるじゃないですよ、話題としては。意地悪だ、悪い人だよ。じゃあてめえ押せよっていう心からのツッコミが入りますから、お前押してへんやないかって。あ、伊豆さんキッチンにいました。サボの前、サボが入る前にキッチン。一応バイタル5秒前には死んでました。うん、サボが入る前、キッチンのバーガータスクをやっている途中に、停電になりました。でキッチン武器庫の扉は開いていて、キッチン展望のドアが閉まっていて、そこを開けて入って、最後配電盤が左、一番左が上がるのだけ見てます。伊豆さんは見てないです。え、じゃあ右に流れてそうってこと？いや、右はないと思う。石油から、あの、ナル君を石油に置いて石油キッチンで行ってる、うん、伊豆さん武器庫から来て、武器庫からキッチンに入ってきて、私がキッチンから武器庫に行ってる時にすれ違ってるから、武器庫に戻るってことはあまりなさそう。サボ入ってた、初手キッチン脇の伊豆さんと一緒に武器4丁しまって、でその後武器中でいるときに扉が全閉まりしたので、はははあ、はい、伊豆さんは右下にしか行けないです。僕がその後上行ってるので、ナルシテン石油のテープタスクしてたので、まあ、その間に見逃してる可能性がありますっていうのと、あっと拓也美桜が、まあ、どこだっけ、電気室と急にいるから、うん、見てるから、その2人が死にないのは、まあ、その情報を聞くとおかしいなとちょっと思っちゃった。ごめん、ナル君に訂正すると、ナル君が石油のテープタスクを終わったぐらいの時に、うん、俺石油の左側にいるから、ナル君が見逃してるは絶対ない。で私が、エレキのあのぐるぐるタスクやってるっていう感じで、そこで拓也さんと会ってるって感じかな、うん、あ、ミオさんの後にナル君に会って、でナル君動き出しを見た後に、うん、僕キッチン入ってバーガータスクって感じです、うん、
あ、まあ、スナパイさんとかの情報を聞いて右に流れてるときに伊豆さんの死に起きしてる可能性があるなっていうだけ、うん、のタクヤミオが、うん、あ、なるさ、なるくんがセキュリティで見逃して、あ、セキュのテープタスク中に通過してたときとかそういうときは見えないから、まあ、スナパイさんの情報とかリンちゃんの情報を信にしたときに、はいはいはい、まあ、なんかミオタクヤが死人を消してるっていうのはありそうだなと思ったっていう。とりあえずエレキでは見てないってことだけ言っときます、ね、はい。いつにキッチンでしたっけ、リンさん。あ、サボが入るちょっと前ですね。何秒前かが大事。何秒前だろうな。武器の下しまってダウンロード始めたぐらい、何秒だろう、10秒とか。なんともない。なんか素直に考えたら停電直しに行ってるのかなと思って。うん、いやでもいキッチン展望館は間違いなく閉まってたの開けたんで僕が、うん、でなった瞬間にはもう死んでたと思います。竹さんって石油から行ったんだよね。石油から行ってます。はい、ちょっと移動を兼ねて、はい、一応確認なんだけど、はい、あ、バイタルごめん、いいよ。あ、一応補足で、多分バイタル見始めた時に停電になったと思ってるから、もう停電になる前には伊豆さんは死んでたんで停電に向かってるはない。あー、そうなんだ。多分見てる途中に停電になったはず。見ながら停電が入ったのね。あ、そうです、多分。あ、そうだよね。兄さんの証言もう一回お願いしていい？兄さんの証言もう一回お願いしていい？あ、はい、私がキッチンから武器庫に入るときに武器庫から伊豆さんが入ってきて、うん、武器庫の下の銃を4丁しまって上のダウンロードに行った途中でボタンが入ってるので。停電がいつ入ったかです。停電がいつ入ったかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど。じゃあ伊豆さんを見た後か先かで。あ、見た後です。あとは確実。伊豆さんとすれ違った時は明るかったです。と、伊豆さんは発見でしたよね。ボタンですよね。ボタン。ミーティングボタン。ボタンね。で、伊豆さんがどこにいるのって話でね。今。あ、竹さんかリンさんでほぼ完結じゃない。わかります。すごくわかります、うん。僕はそう思ってます、今。バイタル情報から、それだったら出す必要ないんだよな。あ、違う違う違う。そうじゃなくて、竹谷さんかリンさんの二択じゃないって言ってる。うん。うん、リンさん視点で僕筆頭ですよね。不思議なの？え、あ、いや、なるくんは死なないの？どこで死んでるんだろうと。僕視点だと、タクヤキルはもうキッチン内か、もう展望できないでしかない。うん。うん、塞いでるんだもんね。あ、ごめん、補足すると、補足するとというか、停電前にもうすでに死んでいたなのであれば、石油方面にいる人たち全員弾いていいです。ミオさんもなるくんも、僕のことを追い越して切るしかない。ごめんなさい、リンちゃんの情報シーンの場合は、タクヤキルってほぼなくない？なんかキッチンの滞在時間、伊豆さんがなんか長すぎるから。そう、長すぎるから、どこに行ってんだろうと思って、タクヤさんがそんなに長い間、キッチンに切ったままいるからっていうのって。ああ、うん、そうなのかな。停電直した方って出てないですよね。私直してないです。あ、直しました。タクヤさんが、あ、俺が見てる。一番左側上がったんだけ見た。展望？マットないね。うん、展望。うん、アップロードにいたぐらいしか出ないんだけど、その時間が分かんなくて、うん、ボタンは押します。はい、でもちょっと正直拓也さんかどうか分かんないかな。拓也さんとか出てこない、うん、もう一ボタン入れするかどうかやね。はいはい、ナイスー。一応拓也さん投票の一票は僕です。あ、もう一票ノアです。あ、全然出てくるな。ギンさんがあと一票入れたんかな。あとスキップ、ね、あ、スキップはスプリット回避で、はい、あれが入れてもノア君か。うん、まあ、最終どこにいるんですか。あ、最終が配電盤を見て終了です。うん、
一番左が上がったのを見て、で、さっき言ったんですけど、展望キッチンカーの扉は僕が開けているので、うん、伊豆さんが展望行ってないと早々に抜けてアップロードしかないんですけど、なんか兄さんの話だとなんか直近で見たみたいな感覚でずっと話してたかなと思ってたんで、いやでもね、サボ前だから時間的な前っぽいけどね、武器庫下しまってダウンロードでしょ、停電前とは一応言ってましたよ、うん、で扉が、うん、扉武器庫キッチン館の扉は開いてたの、だからそれをな、キッチンが閉められたはないんですよ、伊豆さんが通った後に、うん、誰かが開けてなきゃいけないから、そうだね、うん、伊豆さんが開けたんだと思う、うん、だから戻ってってると思うんですよね、うん、だからリンさんで落ちてると思うな、僕はあの釣り飲みます、スキップには入れますが、まあ僕は釣りますけど、うん、皆さんはお好きにされたらいいかと、うん、ちなみに釣らない場合ってもう白浮き進行になる、いや、ワンチャン両白バイカー2キロ発生した時にまた考えるでもまあいいかなと思って、両白だった場合は小さな視点聞かれたら僕は釣りたいですけどね、一応あれピンちゃんさんとかって最初にローラー嫌がってたんで釣りたいんですよね、昇降機で停電直してます、ああ僕も言ってないですけど僕シャワーです、ああなるほど、証拠を右からさえが上がってきてるのはナルが見れてる、ああならヌーを左から右に持ってきます、あそりゃそうだ合ってるわ、うん、僕が漏れてましたわ、白白はさすがに私もないと思ってます、うん、でもめっちゃ変な議論だったな、ゲンさんなんかサボ直してましたっけ、直してないですけどシェリフです、おー強い、本当か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 、めっちゃマッドだと思っちゃった僕はタスク順調です、おーい、わーパラトの取ったわ、あーこれはナイスー、はい、ナイスーです、血ずれもなし、ああ、うん、出ると思いますけどね、うんうんうん、来ますね、はい、線了解です、助かります。助かります。みんな多分あります。ます。おい。助かります。祈る。あ終わったっぽいな、マッドメイトでございます、あモルテンさんに入れます、はい、なんだって、いや、あいやめっちゃ議論キモかったんだよな、タクヤリじゃ、あのね、タクヤリインポスター含んでる割にはふわふわしすぎないよな、なんかいや、まあ、わかるけど超議論キモかったくない、ピンちゃんにキルありがとう、いや私リンさんの結構対抗気味に見ちゃった、
ったから。いやよかった。また分かんなかったな。なんだこれ。いや本当によかった。えぐいことなったな。ケンさんありがとうございました。天才シェリフ。ありがとうございました。ノットリカ。いやすげえ。しかも水さんがシェリフだ。すげえ。めっちゃすごかったな。パパさん終わったり。パパさんすごいね。でも赤いねえのは聞いてない。水さんは電気の中で。殺してます。いやそうですよね。マットかなと思って。でえ電気？ナル君の真後ろで殺してるよ。俺はね、ナル君停電入ってるからもう。あそうかそうか。でもええナルさん来る？本当にね。来る。あそうか。だから安心感出ました。俺だって切りかけたもん。そのなんかナルさんがミオさんになんかアピールしてるように見えたから。あやそう。僕ね、伊豆さんめっちゃ白いと思ったから、猫好き見えた時点で逃げちゃって、もういるからああいつはやばいわっつって逃げて。多分その後ろで死んでるし、すぐ逃げてるから伊豆さんが見えてない。なるほどね。伊豆さん、僕キッチン分け、キッチン武器、キッチン石油でテープしてるナルさん飛び越えてエレキ行って、俺より先に行けてんのか。え、タクヤさんが伊豆さん見ないことあるんだ。ねえ、僕見ないことあったんですね。八番勝ち、八番で死んだ。すごい、俺がここまで抜けてるんなら無理だね。なんか絶対エレキいるときの俺が遊んでるめちゃくちゃ塞いでますって言われちゃったから後ろ全員白やーって